スーパーファイトアンダー65キロファイトを行います。アコが175センチ、65キログラム、日本 K-1 チーム恵比寿小比類巻登場、ノイリーマサーキー。新時代の怪物、完全覚醒は今夜です。ノイリーマサーキー。赤コーナー177センチ、64.9キログラム、日本 K-1 チームシルバーウルフ、そうだー安海。まさとの遺伝子を継ぐ男、そうだ安海。第7試合スペシャルマッチ、アンダー65キロファイト、3分3ラウンド制です。さあ現時点でのアンダー65キロ日本人頂上決戦と言っていい戦いです。しかし今夜のメインで王者ゲイオ対木村実があるだけに、敗者は最強へ挑む行列の最後尾に並び直さなければいけない、まさにサバイバルマッチです。さあ K-1 公式サポーター関根さん、はい、楽しみにしてらっしゃいましたね。楽しみですね。またこの試合ね、2人ともね入場が良かったです。はあはあ、なんかスーッと入ってきて集中してね、うん、なるほど、やっぱりね、雰囲気作りますね2人。そうですね、2人ともねテクニシャンなんですよ。楽しみです、はい、まさにその技術戦ご堪能あれ。赤いグローブが相田康臣、そして青いグローブが野入正明です。非常に近い距離です。お互いがお互いを評して似た同じ匂いがする、本物を目指す俺たちだと話しています。マサトさん、こう、はい、テクニックっていう意味ですごいですね、この2人は。そうですね、お互いテクニシャンですね、うん、まさに関根さんおっしゃってる、ここ立ち上がりも静かにスーッと戦いに入ってきますね、はい、なんか本当にね、あの昔の剣豪同士の戦いみたいですよね。なるほど。左ミドルキックロー返します。青いグローブが野入正明。近いですね距離が。そうなんですね、うん、すごい緊張感ありますね、ガードあえて下げてます。誘うようなお互いそうか。まあ、正人さん、相田選手はこのボクシングテクニックですよね、うん、ボクシング上手いですね。対してこう引き出しが多いのが中村さん、はい、きっと野入じゃないでしょうか。そうですね、攻撃のこの武器というか選択肢は野入選手の方が結構多い気がするんで、うん、そういうのがこうこの試合の中でもどう出てくるかですよね。まあ、構えもね、今こうやって野入選手サウスポーもできますし、スイッチしますよね、はい、そうですね、まあ、パンチも蹴りも膝もローも、うん、いろいろできるんで、そうですね、はい、まあ、野入選手青いグローブは幼い頃からもう空手界では全国区、まあ、K-1 甲子園2009年は広谷選手下して優勝してますね。高校1年で勝ってるんですよね。そうですね、そうか。関根さん、ちょっと今こう活躍している選手たちと例えば篠原選手たちとダブりますね。そうなんですよね、やっぱり若い時からね、うん、活躍している選手っていうのは結局はこうやってね、はい、中心になってくるんですね、うん、今相田がストレート入れました。いいワンツーでしたね、ガードの間から、うん、前蹴り。右のローキックです。赤いグローブの相田、左のフック、しかしノイリは下がらないんです。左フック引っ掛けるようにしてストレート、膝。なんとなく関根さん、はい、これもレフリーとかもなくてもいいくらいの自分たちで戦いしてますね。しかし相田はあの構えが大きいですね。こうね、ボディから左フック、左フック、早いノイリ。非常に距離は近い、左ミドルキック。いや、正人さん、これだけ近いとお互い当てられそうですけど、はい、当てさせないんですね。そうですね、ノエリ選手ローキックいいですよ、うん、お互い今パンチだけなんで、はい、この蹴りが突破口を開くと思いますね。あ、なるほど、まあ、崩すこう糸口をたくさんこう持っている、引き出しを持っているノエリ、まあ、蹴りの技術さ、ノエリ選手が上だと思うんですよね、はい。おっとローに合わせてストレート、相田です。右伸びましたね、うん、おっと第1ラウンド早くも終了、早い3分そうですね、ピリピリしてますね、いや、正人さん素晴らしい技術戦ですね、うん、ここそうですね、はい、まあでも、うん、ノーリ選手はローを蹴ってていいと思いますね、はい、ただ最後相田の右ストレートも伸びたんで、これローに合わせたの、これストレートでしたね、うん、合わせたわけじゃない、ワンツー打つときにたまたまですね、
や関根さん、これは、関根さんたちにはたまらないたまんないですね、もう5ラウンド見たいですよね、見たいですね、あ小桐巻代表が支持しています、ホッカーコーチもそうですね。中村さん、はい、このノイリ選手は名古屋からこう小桐巻道場に移籍したんですね。そうですね、 あと結構ノイリ選手やっぱ1ラウンド相手のこう戦い方とか動き見て、はい、2ラウンド以降こう戦い方変えたりとか戦略立ててるタイプなんで、この1ラウンド終わってどう感じたかですよね、はい、画面は相田康臣、相田康臣対青いグローブのノイリ正明。まあ、ノイリが話しましたが、今の K1 に出ている選手はスターになりたいとか K1 や格闘技界引っ張っていきたいっていう選手が多いけど、僕にはそういう気持ちはない、僕は本物になりたい、相田選手もそのはずですと話しています。ノイリ選手のインロー、はい、あれいいですね、うん、またスイッチしてのインロー、あれをもらってると聞いてきますよ。今相田も前で サウスポーじゃないですか。そうですね、相田もサウスポーに、これは対練習してますね、そのためのおっと、これ初めてのサウスポー同士、またスイッチ戻しました。そうだ中村さん、はい、ノイリ選手はスイッチしますけど、ソウダ選手はあんまりイメージなかったですよね。そうですね、今のはちょっと驚きましたね、うん、はい、関根さん、はい、きっとうちで楽しくいろいろシミュレーションしてるんでしょうね、お互い。そうでしょうね、なんか本当ギリギリの戦いですよね。なるほど、本当まさにそうですね、もう本当に10秒先は何が起こるかわからないって感じです、うん、あれじゃないですか、ノーリ選手やっぱ構え変えて左こうバンバン蹴っていきたいんじゃないですかね。あ、今度左ハイブだった、サウスポーの方がいいですね、ノーリ選手。あ、そうですか、ね、ちょっとサウスポーになったらソーダどう入ってちょっと入りにくそうですよ、うん、まあ、その対策もあってか一度ソーダの方もサウスポーになりましたが、また戻しています、オーソドックス赤いグローブのソーダ。関根さん、こういうようにノリ選手って常将棋みたいにこうどんどん来るんですよね。そうなんですよね、ガードも硬いしね、うん、前詰めてきて今一つ相田がでも右のストレートを出しました、あれが1ラウンド終盤入った、前蹴り嫌って距離を取る、ローキック届かないか、前蹴りノイリ、もう一つかかって、うわっ感じ、蹴りストレート右ボディ、またやっぱりあそこですね、この距離なんか右、うん、入りますね。あとソーダ膝も膝までつなげたいですね。なるほど、あの膝で木村選手倒してますからね、はい、その木村は今夜メインでゲイオのベルトに挑みます、うん、そういう意味では多士再彩のいろんなキャラクターがいるこの65キロ。中村さん、はい、ソーダ選手は魑魅魍魎がっていうような話してますね。そうですね、この構えなんだ、これはなんだ、残り時間30秒、マサトさん困ってですかね、今の何をしようかなと思って、ノエル選手見てましたけど、うん、ああいう時は見ないで蹴った方がいいですね。おお、なるほど、右のロングフック、空振り、左のロングキック、左前蹴りだ、2段の膝、ストレート、そうですね、ノエル選手こうやって前に出てミドルとか蹴ってプレッシャーかけてくる、強いんで、はい、2ラウンド終盤動いてきた、膝、しかし押し込んでいくのが相田、相田も一つ入れました、ここで第2ラウンド終了を中村さん伺いましょう、はい、まあ、ちょっとノイリ選手の最後蹴っていくところ目立ちましたけど、相田選手もそんなにこうペースは握らせなかったと思うんで、うん、はい、まあ、こう神経戦というか、う、ね、まあ、ずっと続いてる感じですね、はい、でもノイリ選手やっぱこのサウスポーにちょっと勝機を見出したと思いますね、はい、多分3ラウンドもサウスポーで来ると思います。そうですか、画面は相田康臣です。シルバーウルフ第宮司代表から今ご指示を受けています。その相田は話します、ノイリ選手と僕は同じ方向を向いている、同じ本物を目指している者同士、これは K1 が生んでくれた奇跡の遭遇ですと話しています。しかし勝つのは1人、敗者は王座へ向けての戦い、その順番大きく行列の最後尾に並ぶことになります。さあ関根さん、最終ラウンドです、はい、ラスイラス多分両者出てくるでしょう ね、 ですね、ああ、しかしここはオーソドックスに最初は構えるか、ストレートノイリ、サイルフック、ローキックにつなげた、さあ打ち合いが始まった、右のストレートアッパー、前蹴り、
やっぱりね、なぜ K1 が3分3ラウンドかというとこういう戦いを求めてるんで、まあ、あの1、2ラウンドのああいう戦いはあまり求めてないんですよね。うわー、いいボディーだ。左ダブルで出しましたね、今のノイリー。ミドルキックちょっと効いたか、右の脇腹。そうだ、ノイリー選手、近い距離の飛び膝とかだと離れ際のハイキックとかもうまいんで、はい、なるほど。 K1 はこう倒さなければいけない、それを考えてのオーソドックスに戻した。そこでまさに打ち合いが始まっています。3ラウンドの最初、最終ラウンド、ボディー近い増距離、リードのジャミ、左フック入れましたね。今いいパンチ入った。さあチャンスだ。そうだ、そうだ、あのフックいいですよ。そうだ、左右のフック入れています。あのガードの横から、そうですね、ガードの奥からこう回り込むようなフック、いや関根さん、一つのミスが命取りになりますね。そうですね、いいですね。試合になっている3ラウンド、ミドルキック、ボディフックだ。ソーダ選手圧力ありますね、前出るありますね。やはりこう体も一回りこうフレームが大きいようです、ボディだ。ノイリーボディ返す、ハイキック、これですね、これ狙ってますよ、ノイリー選手。帰ってきた新時代の怪物、完全覚醒は今夜か。左ストレート、膝動き止まったか、止まったか、ソーダの動き止まったか。さあ仕留めるか、ボディフックで入ってくる。ソーダもいい、ボディ、膝だ。もう削り合いですね。そうですね、ギリギリのところで戦っています。動かない、動かない、あえて今フック来るの分かっていたからように一度今首を下げました。残りが1分を切りました、最終第3ラウンド。ここはこのラスト30秒どっちか取りたいですね。そうですね、これジャッジに対しても大きくアピールしたい、アピールした方がいいですね。30秒左右のフック、どちらが勝ち切るか、ハイキック、左フックからボディ、アッパーもあるか。そうだ、わ、左のフックはノイリ、ボイグローブノイリ、ロングフックは空を切る、左ミドル中速立っているか、三日月か、左フック、はい、このフック入ります。しかしフック入れているのはソーダもそうです、このラウンド。中村さん残り20秒ですね、はい、そうですね、どうここから展開動くか、まさにここ大きくアピールすれば勝利を大きく引き寄せる。レフリー止めます。近いぞ近いぞ近いぞ、残り10秒。さあ相談康臣対ノイリー正明の日本人極上の頂上対決、しかし勝利が来ればスピンキック、距離を取ります。バックブローだ、ねじ込んだ、ここで試合終了。いや、3ラウンドは終了です。延長の可能性はある。マサトさん、どうでしたか、はい、いやちょっともう2ラウンド見たいですね。そうです、2ラウンド見たいですね。もう2ラウンド見たいですね。いやもったいない、3ラウンドじゃ本当3回じゃもったいないですね、やっぱり差が出ないですよ、そんなにこの2人だと。そうか、この2人の技術戦はやっぱりもうちょっと見てみたいという気持ちが本題ですね。中村さん、お互いアピールしてますけどね、取ったそうですね、まあ、お互いこういいとこ出たところもがあったんでね。そうでしたね、まずは判定でしたね。集計の結果をお知らせいたします。さあジャッジです。ジャッジ豊永30対28、青ノイリー、1人目ノイリー。ジャッジ友竹30対29、青ノイリー、きた。ジャッジ正解は30対28、青ノイリー。そして3人目もノイリー、ノイリー正明がフルマークで相談休みを下しました。日本人現時点頂上決戦制したのがノイリー正明、日本人の頂上に立ちました。しかし笑顔で迎える相談休み、関根さん、この気持ちもなんとなく分かってきたし、なんかね、いい戦いができたっていうことなんでしょうね。出し切ったっていう、マサトさん、リングに上がる2人しか分からないと思いますけどね。そうですね、まあでも、もうちょい見たかったですね。中村さん、いかがでしょう、はい、まあ、本当こう接戦ポイント、まあ、ポイントもそうでしたけど、やっぱ本当にこう競った試合だったと思いますけども、はい、まあ、勝ったのがノイリー選手ですから ね、 そうですね、これは変わらないですし、ノイリー選手がこの65キロのこのタイトル戦線だったりトップ戦線に前進したことは間違いないんで、この勝敗を踏まえてこのノイリー選手の次だったり相田選手のここからっていうのを考えて、まあ、見ていきたいと思いますね。確かにそうですね。そして今夜、まあ、2015年 K1 最後の戦
いは同じ階級です。アンダー65キロタイトルマッチ、ゲイオ・イラサクレック対木村フィリップ・ミノルがラインナップされています。関根さん、はい、これから先に向けてノイリーいかがでしょう。これはもう今日の、まあ、勝者65キロの、はい、まあ、つまりチャンピオンですよね、あの新チャンピオンなのか、はい、今のチャンピオンなのか分かりませんけど、もう挑戦する資格があるんじゃないですか。そうですね、ノイリー実績とそして今日の結果で、まさに、まあ、どちらとも対戦してないですからね、まだゲームそうなんですね、はい、いやさらにこれでメインが楽しみになりました。ノイリー正明が相田康臣を下しています。